安楽智弘、頼みの綱が切れる。後輩選手へのパワーハラスメント行為が発覚して、楽天イーグルスを自由契約となった安楽智弘のパワハラ騒動が尾を引いている。リーダー格の田中将大が傍観していたとして巻き添えバッシングを食らい、雲隠れして表に出てこない石井和久シニアディレクターは、その監督責任を問われる事態に発展している。当初は中日ドラゴンズや日本ハムファイターズなどが救いの手を差し伸べ、来季プレーすると見られていました。ところが社会全体で批判が高まっていて、球界追放へと流れが傾きつつある。独立リーグ入り、あるいは引退に追い込まれそうです。この理論山川にも当たるな。嫌われすぎやろ。独立リーグ、は。純粋に下の門にパワハラする問題児抱えたくないやろ。これレでめちゃくちゃ優秀とかならまだ救い合ったけどいまいちやん。こいつが社会に放たれる事実。救済するほどのレベルの選手じゃない。朝芸をソースにするな。中継ぎは選手寿命が短いからな。一度失敗した人間を見捨てる社会を大舞台で見せることに成功した模様。中日が取るわけないだろ記事がさすがにいい加減すぎるわ。最下位の球団が取るやろ理論。独立リーグって若手が多いからもっとひどくなるんじゃないか。中日、ごめん、中田に金使いすぎたから無理やわ。まあ、楽天が責任取らなあかんやろ。一年間コンプラ勉強しながら、奉仕活動でもやって、復帰でええんちゃうか？笠原と合流するんやろな。金が絡んだ時点で終わりやろ、恐喝は。どっか嵐より立ち悪いわ。田中のマネージャーでええやろ、ジムまで面倒見ろ。ティモンディに弟子入りして、芸人になればええやろ。